越後湯沢駅。越後湯沢駅は、新潟県南魚沼組湯沢町にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本の駅である。当駅には、上越新幹線と在来線の上越線、北北線が乗り入れている。上越新幹線については、当駅からガーラ、湯沢駅への支線が分岐している。これはもともと保線基地への引き込み線だったものを、ガーラ、 湯沢スキー場へのアクセス路線として旅客化したもので、スキーシーズンのみの営業である。上越新幹線の列車が乗り入れるが、法律上は上越線の支線であり、在来線として扱われる。全区間普通列車のない区間となるが、特急料金不要の特例は適用されない。また、上越線6日、町駅を起点とする北越急行北北線から快速。 普通列車の大半と超快速列車、スノーラビットが上越線経由で東駅まで直通している。2015年3月13日までは北北線経由で北陸方面への特急、白鷹、豪王が運転されていた。事務管理コードは30万1209。新幹線は高架、駅舎3階に中央に通過線2本を挟んだ、島式ホーム2面4線。 在来線は地上に島式ホーム2面4線と、単式ホーム1面1線を持つ。雪外対策のため構内を屋根で囲まれている、新幹線ホームは16両対応である。給料地の東斜面に駅舎があるため、東口側は、京上駅舎、新幹線ホーム下の西口は2階建ての、高架駅という変則構造になっている。当駅は、直営駅。 駅長配置であり、地区管理駅として、上越線の土樽駅北堀の内駅間の各駅、直営の浦佐駅の属を呼び田ダ線の大白川駅や深見駅間の各駅を管理している。駅構内には、緑の窓口、指定席券売機、タッチパネル式自動券売機、待合室、ニューデイズ、駅入り口、新幹線本コース内、駅弁や立ち食いそば店などがある。 自動改札機は、新幹線改札口と在来線の新幹線乗り換え、改札口にのみ設置されており、在来線改札口に限り有人改札となっている。なお駅は、JR 東日本の IC カード、スイカのサービスエリア外となっており、上越線ではスイカ及び相互利用サービス対象の IC カードは利用できない。また、上越新幹線では全線で、 モバイルスイカ特急券のサービスが利用できる一方、スイカ定期券については、高下高原駅長岡駅間は、サービスエリア外となっており、当駅発着のフレックス定期券は、時期券で発行される。改札口など駅構内数箇所に、自動体外式除再動機、AED が設置されている。駅ビル、心湯沢のフロア構成は、西口駅舎2階の1フロアのみで、 改札外コンコース部のガンギドールには、土産品店、惣菜店、食べ歩き横丁、レストラン、観光案内所などが軒を連ね、コンコース北側に所在する本館フロアは、新潟県の名産の一つである日本酒をメインテーマにした商業施設ポン、本酒屋方が主要テナントで県内各地の酒蔵から取り寄せた日本酒や 南魚沼地方の名産品を中心とした県内各地の土産物などが陳列されている。また飲食コーナーやテイステ、イングギャラリー古紙の室、日本酒シーンコーナーのほか、越後湯沢温泉の源泉に日本酒を加えたものが使用されている入浴施設、酒風呂湯の沢がある。かつては石田駅でも駅弁を販売していた川竹県。 在来線コンコース売店の駅弁が購入できる。また、2007年、平成19年には、歌手の高田進が、歌曲、越後湯沢駅を発売し、この歌にちなんで、高田が、駅弁の、林道釜飯の制作を手掛けた。主な駅弁は、下記の通り、2000年度以降、3000人前後で推移しており、 2017年度の1日平均乗車人員は3059人である。この乗車人員には上越新幹線と在来線を乗り継ぐ乗客の数の多くが当駅を出場しないため基本的に含まれない。そのため在来線よりも新幹線の乗車人員の方がとても多い状況であり、また実際の当駅の鉄道利用者数もより少ない数になっていた。 2015年3月14日に北陸新幹線の長野駅金沢駅間が延伸開業し、その前日13日の運転をもって特急、白鷹号の運行が終了した。これにより、関東と北陸地方との連絡駅としての役割を事実上置いたため、2015年度の新幹線の乗車人員は前年度と比べて5割以上減少している。周辺は、 越後湯沢温泉を抱える温泉街の中心地で旅館、ホテルマンションが立地する。東口側にはバブル経済機に建設されたリゾートに特化する高層マンションが目立つ。駅前から温泉街が広がっているのは新幹線停車駅では当駅の他には熱海駅くらいであり珍しいケースである。徒歩県内のスキー場としては一本杉スキー場徒歩3分。 湯沢高原スキー場、徒歩10分が挙げられる。また、湯沢町歴史民俗資料館、雪国館も徒歩圏内である。徒歩圏外でも、上越線や、後日のシャトレバスを利用して、多くのスキー場、宿泊施設に、アクセスできるほか、町内有数のリゾート、苗場スキー場や神楽スキー場へは、当駅より、国道17号経由の路線バスが運行されている。 東口側には、湯沢町役場をはじめとする湯沢町営の施設や、国土交通省の施設が多く所在している。西口側には、多くの宿泊施設が軒を連ねている。湯沢町内の路線バスは、越後交通グループの地域市会社のうち、魚沼地方を中心に、路線網を展開する南越後観光バスが、各路線の運行を行っている。各路線に、 英字2文字の路線記号を付与したが、これは停留所にのみ掲載され、バス車体には表示されないため要注意である。越後湯沢駅のバスターミナルは、東口側にのみ設けられている。東口、または西口から以下のスキー場へのアクセスとなる、シャトルバスが発着する。スキー場へ直行するもののほか、当駅周辺を含む各施設を周遊するものもある。 新幹線、特急列車の隣の停車駅は各列車記事を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。